この番組は南畑の人にスポットを当て、南畑の新鮮な情報を発信し、魅力を伝えるプログラム、南畑の風を皆様にお届けします。おはようございます。おはようございます。違う、こんにちは。こんにちは。秋ですね。秋ですね。10月ももう中旬。本当ですよ。本当ですね。ね、金木星がね。金木星が、そうそうそう、本当至る所でいい匂いなこと。黄昏れてる。ヤンキーってやっぱ親身にするじゃないですか。するね。そうね。大丈夫、元気ですか。元気です。ブックラボの元気です。元気です。なんか皆さん週末なんか忙しかったみたいで、みんなの週末、みんなの週末聞いていきますか。秋ならではの、はい、うん、じゃあ寺井とつるちゃんの週末、うん、日曜日、うん、日曜日ね、3連休でしたからね、うん、日曜日がね、新幹線ふれあいで、毎年恒例の、うん、今年もね、中川市ブース、うん、中之島コーヒースタンド、出張出店というところで、うん、やってまいりましたよ、はいはい、ね、盛り上がってましたね。盛り上がってましたね。うん、今年ね、なんかドクターイエローが最後の、なんか、うん、なんか最後じゃないらしい。最後じゃない。あの、なんか2両あるのが最後らしくて、1両がなんか関西に帰るらしくて、でこの1両はあと2年見れるらしいです。あ、そう。あ、そうなんだ。最後最後で。最後最後って話は聞いてなかった。そう。二が最後。2両編成が最後。あ、そういうことな。2機あるのが、あるのが、うん、2台っていうの。2台見れるのが最後。あ、並んで、そうなんだ。並んで見れるのが最後。最後だよ。まだもうちょっとは見れるんだ、ね。あと2年見れるらしい。そうなの。っていうのはあの新幹線の人に。あ、そうなんだね。新幹線マニアの人。いや、あの市役所の新幹線ふれあいで担当の人に聞きました。ああ、そう。最後なんでしょうって。いや、最後っていうのは、あ、そうなんですね。どこかでこうね、なんか伝言ゲームがこう、うん、変わって、2期最後が最後だけが残ったかな。盛り上がって、でも貴重な年だったってことですね。ドクターイエロー見ました？見ましたね。キューって言って、キューって言って、網越しに。見たことないですもん、うん、え、私もそうなんだ。ないそう、だってあれ本当にだって丸じゃない、見れるの。いやいや、車両基地おったら見れるよ、すぐに。たまにこう行き来してる。止まってるよ。そうなんだ、うん、車両基地に行かないもんね。そうね、車両基地には行かないよ、うん、でもあの駅ビル方面とかさ、行くとき見えるやん、こう新幹線が、うん、通ってるのね。ここにたまに黄色いの止まってたりする。うん、そうなんだ、うん、まあ、タイミングですよね。そうね、うん、うん、まだ幸せをまだ持ってるんですよ。あ、本当？まだまだ幸せ。最後の最後に。まだ取っとこうかな、ね、うん、ちょっとね。そう。で、今年なんか結構な入場制限をされてたみたいでね。うん、にしても多かったよね。うん、うん、お子さん連れ、うん、ね、うん、そうだよね。よかった。なんか弟が好きだったんですよ、うんうん、ちっちゃい頃、うん、でドクターイエローそれで覚えとって、うんうん、あの時着とったら相当喜んどったよなって、いろんなとこ行ってたから、うん、思い出もあって、うん、この子たちは嬉しいやろうなって思って、ほっこり。ほとんどあの新幹線の T シャツ着てた、ね、あ、そうなんだ、新幹線のリュックからって、新幹線の靴履いて、新幹線の帽子かぶって、あるんだと思って、ね、あります、あります。靴下もあるよ、ね、あるある、全部ある。うち息子2人が新幹線好きだったけど、うん、あえて買わなかった、うん、もうあのあまりにマニアックなことっていうのもあえて買わずに普通の格好にしてました、うん、あれと一緒だよね、ライブ T シャツ、 そ、 う、うん、そのライブ会場だったら浮かないってやつで、ね、そうそうそう、その時ぐらいしか着ないもんね、うん、そうそうそう、暑かったですね。暑かった。何をしてたんですか、お二人は。何をしてた、うん、なんか販売してたの。そうですね、うん、あの中之島コーヒースタンドで売ってる、うん、コーヒーやジュースや、うん、ポップコーンや、うん、クッキーや、うん、ドーナツや、うん、ラインナップ、ラインナップね、事件がありました、事件が。でね、あの暑そうだったから、うん、炭酸系ももしかしたら売れるかもしれないと思って、うんうん、あのコーラとかジンジャーエール、瓶のコーラであるから、うんうんうん、それ持ってったんですよ、うん、勢いよと、うん、そしたらね、栓抜き忘れて、あ、開いたたったと思って、うんうん、しまったと思って、うん、そしたらね、あのお隣にあの、まあ、中川市代表で中村坊さんの父が来てたんですよ、うんうんうん、
中村吾さんに持ってるって、すいません、栓抜き持ってないですかねって聞いたら、うん、持ってないっすって言われて、うん、あ持ってないかと思ったけど、うんうんうん、キッチンバサミの、ね、真ん中にね、なんかある、居酒屋したやつね、そうそうそう、あでちょっと金具がなんかこう、金具っていうか金属が少しこう出っ張ってるのがあるやつのキッチンバサミ持ってあって、うんうん、これ今日キッチンバサミ使わないからどうぞって言われて、うん、でそれで、ね、開いたの、うん、すごいよかった、助けられたね、ありがとう、チーム中川、チーム中川、すぐアイスコーヒーあげた、そうですね、そうね、美味しかったですね、美味しかった、久々食べた、普通の店舗にはない油そば、うん、油そば、ね、油そば、ね、そばが入った汁なし、あれじゃなくてね、そう、いっぱい入ったんじゃなくて、うん、油そばで美味しかった、うん、と中川市は新幹線のガチャガチャが、あ、そうそうそう、カマチが当たる、ね、絶対当たる、そうガチャガチャ、そう、それをみんな楽しそうでしたね、うん、可愛かった、よかったをやっておりました、はい、以上でございます。意外とあの車掌さんとかね、そのチェル基地で働いてる方もちょこちょこね、うん、休憩中に、うん、あの立ち寄ってくれて、うんね、制服がかっこいいっす、かっこいいっすね、うん、レアキャラおじさんみたいなのも、そう、レアキャラおじさんなんかその車掌さんみたいな服着てる人が、うん、ちっちゃい子に会ったらシールを配ってたんです、キラキラな、キラキラのシール、めっちゃ欲しくて、ビックリマンのなんかレアシールみたいなね、めっちゃキラキラホログラムみたいな、めっちゃ欲しいと思って、めっちゃ目で売ったりしてて、欲しいのみたいな、ガムシでくれてあ、ほんと子供限定だからね、ちょうだいとも言えんかったやっぱさすがに、ラッキーおじさん、目すら合わんかった、ね、ほんと、もう子供にしかこう、目配る、性が多分下だったから、そっかそっか、ラッキーおじさんいました、ラッキーおじさんいました、面白かったですね。楽しいございました。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、なんか他いろいろ週末ね、私はね、芋掘りをね、あのイベント、ボーブラの畑で、あの某温泉のお祭りで、あのちょっと助っ人として行ってきました。そうそうそう。そう、清流さんのね、結構多くてですね。30人以上いたかな、うん、お子さんも、うん、お子さんもね結構いて、だからみんなあの土に触るっていうのがなくって、あっちから来た、そうした、まず掘り方が分かんないのね、根っこからじゃなくて、ちょうどあの私たちの高取さんがね、葉っぱの方は抜けて茎だけが出てる状態なんだけど、まともに掘ろうとするから芋が出てこないと、だからこっちから掘ってくださいと、嬉しそうに掘って、周りからね、うんうんうん、で一番掘った人さ、何キロ掘ったでしょう、でも掘ったら全部持ち帰り、持ち帰りです、はい、ちゃんと言ったよ、ちゃんと、うんうん、あの掘ったら持ち帰りですよっていうのを言ったけど、掘るの楽しかったんでしょうね、うんうん、さあ何キロ最高、ちょっとみんなで、え、一家族、一家族、一家族、家族か、うん、芋1個って何グラム、結構重たいよね、いろいろ、まあね、いろいろあるんですけどね、5キロぐらいはいくんじゃない、5キロ、うん、5キロ、5キロね、5キロいな、それは以外はないですか、5キロ、7キロ、じゃあ8キロか、いいかな、実はね9キロ、おお、約10キロだった、でも、おお、うん、でも持って帰ってくれた、そう、持ってくれた、あのみんなね、清流さんから歩いてきてるの、はいはいはい、で9キロ持ってね、子供もいるしね、そう、子供はさ、ほら水筒持ってるじゃない、うんうん、お父さん頑張ってた、俺これ持って帰るんかいって言いながら、ね、9キロどれぐらいなんですか、9キロはね、20キロが、そうそう、ビニール袋3袋分ぐらい、うん、埋まりまくってます、うんうん、最後はね、イケアのね、あのほら、なんていうの、あれにドンと入れてた、青いやつに入れてね、あれ丈夫だもんね、丈夫だから、あれにいっぱいぐらいじゃない、そう、いっぱい入ってた、うん、まあ、でもね、お芋割と持つからね、そうそう、持ちからね、それこそ土付きで持って帰ったら、ね、結構そうそうそう、そうそう、あの、あれ置いた方が甘くなるから、そうそうそう、熟すからね、取り立てよりね、2、3週間だからね、そうだからね、取り立てはそんな美味しくないんだよ、ね、すぐ食べたくなっちゃう、うん、そうなんよ、だけど土を払ってね、段ボールで室温に置いとったら、うん、結構持つの、ね、眠らせとった方が甘みが出てくる、ちょっと芋食べたくなりますでしょ、でしょ、うん、またもみ殻でね、うん、炭で燻煙したね、焼き芋を、ね、食べれて、焼きたての、うん、そう、秋だなと思ったね、秋満喫しましたね、満喫しました、うん、満喫したといえばまゆゆもね、
巻き寿司巻き寿司巻き寿司週末福岡を楽しんだのか、はいはい、いいのこれ、あ、全然いいですよ、あのお出かけね、お出かけ行ってきました、あ、油山デビューしました油山福岡、はいはいはい、パクブーネちゃん、はい、あ、旧モーモーランドっていうんですか、それすらも知らなかったんですけど、ということ自体も、はい、行こうってなって、せっかくだって、家族で。で、家族で、車で、近いんですね、車で10分。そうそうそう、10分ぐらいで来ます。めっちゃ長距離だから、ね。で、その、餌やりをね、ちょっと一番の目的に、餌やりと、ソフトクリーム食べたいな、みたいな。で、一番、娘が今もうさぎにハマっていて、うさぎに餌をやりたいって言ったんですけど、残念ながらうさぎはいなくって。ヤギか。ヤギとヤギかって言われて。で、入り口から餌やり場がもう一番下なんですよ。うん。そっか、一回目ですよね。一番遠かったので、まあ、テクテク歩いて、ちょっとね、周りを満喫しつつ。宮城と羊エリアに着きました。餌を、さあ、買うぞ。で、娘に並んでもらったんですよ。そしたら、一個前に売り切れちゃって。そうなんですか。午前の売り切れました。大切に行きますって言われて。あれなかったんだ。あ、そう、あげれなかったんです。先着何名とかなの？餌は。もうその自販機に入る分だけ。自販機。ありゃ。売り切れちゃって1個前で。でもなんか本人納得したのか、もう諦めて、とりあえずもうなんか羊をこう触って。そういうことはできたんだ。はい。お腹タイプでしたよね。あ、そう、なんかモナカみたいな感じで、中に紐が入ってるんだ。中にブツブツみたいなのが入ってて。めっちゃやってた。またじゃあリベンジだね。そうですね。ちょっとね、うっかりね、牛を見て帰るの忘れた。え、どこ行ったの？スライダーで滑って、いたんですけど、それも滑れた。で、餌やり行くまでに馬は見ました。広場で遊んで、ソフトクリームを食べて。よかった。そう、ギリギリ駐車時間もあったんで、3時間で。スタイシーで帰ってて、帰る最中に左手に、あ、牛がいるって言って、ちょっと見たんですけど、遠巻きに見たんですけど、せっかくやったら、触れ合うのも助かります。乳搾りとかな、乳牛の。ありがとうございます。餌もやれてないから、結構1回だね。近いから、そうそう、眺めも良くて気持ちよかったですね。秋こそね、これからもだいぶ落ち着くでしょうから、気温も良くてね。そうね、真夏はちょっと無理無理、日陰ないしね。そうそうそう、でも多いけどね。多いです。動物園行った。え、まだね、ゾウさん公開じゃないんだけど、見れたの。見れたの。そうそう、見れた。ゾウ3匹って名前ね、今候補中。まだか。でもそれ投票するんだけど、でも名前が決まってんの。全員の名前が一応ね、何パターンか書いてあるの。あ、こっから選んでね。そう、だから自分たちが好きな名前をつけるじゃなくて、あらかじめある名前から、なんかあった。どれ誰が一番の。そう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 。じゃあ志保にも投票したの。したなんか、なんか指摘してきた。覚えてなかった。覚えてないけど、何パターンかあるんだもん、結構。ああ、そうか、3頭だからね。そうそう、でも隠したのね、やっぱちゃんと。あ、そう、見られないように、ゾウが見れないように隠したんだけど、やっぱ隠れないじゃん、あのサイズ。どうやって隠してあるんですか。檻の中に入ってると。うん、そうでね、なんかこう建物があるのね、今新しくアジアなんとかっていうこう建物みたいなのがあると、展示室みたいなのがあるんだけど、その象が見える側の扉は全部閉められてて、こう見えないようにされてたりするんだけど、でもこうやったら見えるのよ、やっぱ大きいからさ。で、やっぱ入ってすぐドーンってこう、あの象さんゾーンがあるわけ。象さんゾーン。すごい。屋内じゃなくて外のね、で作ってあるから、まあ見えるよね。そうそう。10月後半からいよいよお披露目。もういよいよだね。すっごい多くなると思う、だから。一匹ね、なくなっちゃったんだよね。ああ、そうそう。来てすぐなくなっちゃったらしくて。
あれ見ました。昔動物園もあれ？カワウソ。カワウソ。あ、見た見た見た。あれ面白いよね。ね、これこれよこれ。そうそうそう。ここに加えて、ずっとね、あれがさ、ずっと見るんだよね。レッサーパンダだっけ？あれがぐったりしてるの見たことある。ぐったりって何？熱くて。細いなんか棒にこう、もうなんか洗濯物みたいにこう。かわいいよ。まあ、暑いからね。暑いから。行きたくなってきたね。まあ、もう結構起伏がありますよね。ねえ。大変。いい運動になりますもんね。いや、本当によく歩いた。懐かしい。どう、なんか私たちはまだ県内ですけど、県外に行ってきました。あ、私は県外に行ってきました。長崎に、うん、ちょっと生まれる前にギリギリ。そうね、そうだね。何があったんですか？なんですけど、あの長崎のなんかスタジアムシティっていう、うん、なんか建物、なんか、うん、スポーツ施設ですかね、なんかこうアリーナみたいな。そう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 、サッカースタジアムがメインなのかな、わかんないけど、そうそうそう、がオープンするって言って、うん、ちょうど昨日オープンなのかな、14オープンかな、うんうん、の前の日になんかあの福山雅治がこけら落としライブをするって言って、それがなんか旦那が当ててしまってですね、53万人ぐらい、そう応募があって、何でしょ、そう3万人ぐらいが当たるっていう、すごくない？その中の1人でしょ、1組か2万5000から3万人かが当たるっていうやつで、そう、私はもうなんか一応やめてたんですよ、応募するの、うんうん、なんか私当ててもなんかわかんないしなと思って、うんうん、旦那だったら最悪どうにかなるかもしれない、うんうん、とりあえず旦那さんだけやってみたらって言ってやってたら、当たったって言って、すごいよ。で、そうね、いけそうだ、体調もね、結構私いけてたんで、ちょっと、よし、行っちゃえって言って、ね、そう、生まれる前にそう、体調として、ちょっと行ってきました。体調で、いい声聞かせてさまに。見えた？あのね、見えます。一応、なんかアリーナ席、1階のアリーナ席の、なんか一番後ろの列ぐらいだったんですけど、なんかあのよくあるこう米粒にしか見えないぐらいじゃなくて、なんかもうこの iPhone のサイズぐらいの肉眼で、いつもアップル例えますね。そう、あ、まあ、キーボードキーボードね、そのスクリーンもあったからそうそっち見れば全然見えるし、うん、そう、肉眼でもなんかでもあ全然いるんだ、いるし、歩いてた、何してるか分かんないサイズとかあるじゃないですか、多い、結構近いのが売りみたいで、そこの、スタジアムみたいで、ね、そう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 、だからよく見えて、そうそうそう、で演出もすごい派手に、バババン、普通のライブだ、そう、もう普通にライブ、うん、あのピカピカするやつとかも、あ、そうなんですか、ね、違う違う、あのペンライトみたいな、あの、なんだろう、なんかはめれる、そうそうそう、光るやつとかもついてて、うん、普通に無料、フリーライブなの、置いてあったの、そうそうそう、フリーライブなのにそれもついてるの、そう、みんな全席に養生テープで貼ってあって、大変やったのね、はずのね、そうそう、で、それもね、すごい綺麗だし、なんか夕方5時から8時ぐらいまであって、うん、結構しっかりやったのね、がっつりやね、めちゃめちゃ、うん、3時間、うん、20はないけど15曲とかは全然歌ってたんですね、大体ずっと歌ってあって、すごいね、知ってる曲ありました、結構、うん、知ってる曲多かったかな、うん、クマさんの曲で何が好き？あ、いいですね、そのオープニングの締めとして、ね、締めとして、クマ雅治の曲で何が好きかな、確かに長い、まだオープニングですよ、そうだ、そうやったオープニングというか、もうね、だいぶ話してたけど、何が好きですか？私はね、うん、あの、なんだっけな、タイトルが出てこない、って意外と難しいですよね、うん、曲はわかるけど、みたいな、私2曲ある、あれだよね、やっぱあの最初の方の曲が、最初の方って言うんだ、全然テープアップテンポの、なんだっけ、ほらあれきっと、あそこだけ、ハローやね、ハロー、ああ、ハローね、多分ね、一番最初に歌ってました、うん、あれだな、うん、そんなはずはないさ、うんうん、あ、つるちゃんは、つるは2曲あって、うん、有名なのは、うん、スコール、うん、あ、結構、うん、初期の頃のスコールでも、ね、うん、一曲あんまし、あれやけど、うん、ミルクティーって曲が、ああ、でも聞いたことある、知らん、ぜひ聞いてみてください、うん、聞いてみよ う, 聞いてみよう、まあ、あとは王道桜坂、そう、桜坂ね、あ、なんだっけ家族になろうよとか、うん、あ、家族になろうよ、ね、
ね、めっちゃ良かった。あの、うん、コンサートでもやってたんです。ちょうどいいじゃん。ねえ、泣いちゃう。そう、マジですか。父さんみたいに。泣いてた。泣いてた。本当の前のちょうどなんか夜で、うん、暗くなって、あのライトもなんかめっちゃいい感じで。素敵だね。そうそうそう。ムードめっちゃつかお母さん。泣いてる。ちょっと泣いてる。声っていう。はい。というのは、してるか。かもしれない。あの虹ってあの。ウォーターボーイズの分かる見たら形と広げてただ道を待ってあ、はい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 ドラえもんの主題歌も歌ってましたよね。えそれは畑正宏じゃない。生きてく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 タタ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 タッタッタンみたいな、なんか、ありますよね、なんかね、なんかテンポのいいやつが。すごい終わった。やっぱ、マサハルじゃない名前じゃん。マサハルだ。マサハルだ。海畑にマサハルが。マサハルが。もうすぐ公開という。公開みんなでもらってた投票してもらって投票してもらって何パターンか区長さんには多分みんなにこう丸してもらってた。ハイランド回そうかな。何がいいですか。ハイランド生まれましたから帰らんよね。次名前決まりましたの2回目ね。入道やった方がいいと思う。そうよね。マサハルです。ブレイクです。はい。南畑の物語。今週のテライ、今週の中之島公園の情報をお届けするテライ、今週のテライ、略してコンテラ、あら、あら、もっと略してコンテラ、はい、ごきげんよう。ごきげんよう。はい、コンテラ今週末、コンテラはね今週末も中之島公園にいるよ。いるよ。なんでいるかっていうとね、リバーサイドマルシェ秋祭り2024が開催されるよ。はい、これは何かって言ったら、まあいわゆるマルシェだね。何があるんですか。何が来る、いっぱい来るよ。なんかキッチンカーとかね、なんかキッチンカーとか、あのいつものね、あの出店の皆さんとかね、いろいろ来るよ。ジビエ、はい、ジビエ、はい、そう、10月19日は、セフリジビエというね、吉野ヶ里と神崎のコラボのね、この前食べたって食べて美味しかったじゃないですか。そう、吉野ヶ里のね、お祭りで食べて美味しかったからね、お誘いしたよ。さすが、美味しいよね。美味しかったね。また食べたいね。ということで10月19日のマルシェにはセフリジビエさんが来るよ。はい、ちょっと雨が心配だね。確かに。はい、そしてあの20日の日曜日もマルシェがあるよ。あるよ。ここには何が来るの。いろいろ来るよ。そう、あのもう20店舗前後で、まあ、土日それぞれ 20、まあ、全部で、あの延べ20店舗ぐらいは来るよ。いっぱい来るね。はい、秋ね。コンテラも出るんじゃない。あ、コンテラも出るよ。あ、マジ何初の初ではないけども、コンテラもあの店先に立つよ。うん、あの、いや、外に立つよ。ブースをね、ブース。コンテラブース。コンテラブース。何をやるの。ポップコーンを。ポップコーンだ。ポップコーン言えるよ。ポップコーン。イエイイエイ、ポップコーンね、その場でポンポンするよ。おお、はじけちゃう。はじけちゃおう。はじけてできたて食べれちゃうよ。いいね。じゃあコンテラに会いたい人は、そう、リバーサイドマルシェ、10月19日、はい、20日、両方とも、ポップコーン目指せばいいね。うん、土日に来てもらえればコンテラに会えるよ。はい。お楽しみに。楽しみに。はい、そしてそして南畑といえば、はい、南畑今年で
10回目、はい、宗畑美術散歩が開催されるよ。はい、映った。今いろんなところにリーフレットを置いているよ。はい、うん、今年の形がちょっと変わって形が変わってリーフレットのね、リーフレットの形が変わって、うん、驚きだよ。驚きだよ。バッグに入りやすくなったね。そう、うん、そうなんです、うん、で、あのおすすめ、まあ、今日のおすすめ、今日のおすすめ、今日のつるちゃんの美術散歩のおすすめ、これは、レンタサイクルですね。あ、レンタサイクルなんだ。おー、レンタサイクルが先着順なので、うんうんうん、できるだけお早めに、そうだね、うん、ご予約をお願いいたします、うん、あと、もう一個ですね、うん、実行委員長のプレミアムツアーっていうのがありまして、おー、実行委員長っていうのもまあ寺井さんなんですよ。あ、寺井さんなんですよ、ね、があのトゥクトゥクに乗ってね、うん、いろんなところを工房を案内してくれる、うん、そうね、お得なお土産付きなプラン、はい、これもね、10月20日までに一応あの申し込みいただいて、うん、お、もうそうだ、今週末だ、抽選になるので、うん、あ、そうなんだ、うん、まあでも多分もっとずっと、うん、もっとずっと、うん、もっとずっとキャンセル待ちとかも出てくる。なるほど、キャンセル待ちというかね、キャンセルも出る可能性あるので、うん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 、まあ、もしかすると再募集する可能性もありますけれども、どちらにせよ早めにですね、うん、早めにですね、あのお土産がすごい、何何まだ増やそうとしてますから、ちなみに今何か決まってるんですか、お土産。お土産はね、あのあれですね、手ぬぐい、お、うん、今年用の手ぬぐい、あ、いいね、今年バージョンの手ぬぐいとか、あのバッグ、南畑 の, あの地図が載ってて、うんうん、トートバッグね、トートバッグとか、うんうん、お弁当だったりおやつだったり、もう元取っちゃう ね, うね、それだけでね、うん、取れるでしょ、うん、なんと値段は3500円。で、必ずトゥクトゥクに乗れるし、必ず工房3つは最低でも回るし、必ず寺井さんにも会えるし、そうそうそう、ね、しかもいろんな情報を教えてくれるしね、うん、はいはい、で作家さんともつなぎますし、うん、はい、お休みどころももちろんし、まあ、あわよくば飲食店さんどこかもね、寄ろうかな、あ、パン屋さん絶対行きます、お、いいね、楽しい、ぜひお申し込みの方ぜひぜひ、はい、します、はい、詳しくはね、インスタグラムが一番わかりやすい感じになってますの で, です、ね、はい、インスタグラムで南畑美術散歩、はい、検索してもらったら、うん、公式の、ね、アカウントが出てくると思います、うん、フォローしてね、フォローしてね、フォローしてね、よろしくお願いします、お願いします。以上でございますか。はい、うん、そんな感じですかね、うん、いい感じの時間ですか、うん、時間、はい、うんうん、秋だね、秋だね、秋だね、戻ってきたね、あ、もう一個あります、 お知らせが、はい、私とまゆゆ、はい、11月の2、3に、うん、お、あ、違う違う、もう一個ある、今週、あ、あ、あ、終わってるわ、11月2、3にあの農林水産祭り、あれだ、どこで、はい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 、福岡県アクロス、アクロス福岡の前の公園、うん、県営、県営天神中央公園だから、中央公園、はい、はい、で、あの県が主催する、うん、あのお祭りなんですけど、これ2年に1度なので、はい、珍しい、はい、珍しい、はい、新鮮で美味しい農林水産物の供給とか水源の関与、開催目的を見ますけど難しいですね、ちょっと難しいです、とりあえずなんかその農林水産祭りっていうだけあって、その、うん、はい、あの農作物とか、なんか水産もある、あると思います、はい、あのっていうなんかそういう出店者さんが一堂に集まって、うん、あのマルシェをするっていうお祭りで、うん、そこにあの山桃の森プロジェクトさんが、なるほど、はい、あの2日間出店されるので、うん、その中川市の、うん、ね、応援の多いですね、協力隊応援に行ってまいります、毎日違いでいるので、うんうんうん、2人行きたかったら2も3も来てください、了解、うん、土曜日めっちゃ長いね、長いですね土曜日が2日の土曜日が11時から20時20時かかってあるよ、はい、3日が11時から17時、うん、はい、うん、ですです、私がどっちだったっけ、どっちかにいます、どっちかにいます、はい、いろいろ福岡の食を楽しめる、あ、うん、
これネタバレしていいのか、本から書いてあるから、ね、ホームページから、ね、あの今あの NHK の連続テレビ小説おむすびが、ね、あの糸島、はい、の出演者によるステージイベントや出演者だしマソルプロジェクトの紹介を行います。なんかもしかしたら誰か出演者さんがいるかも、ねね、松平健さん、出てるよ、ね、出てたらしいよ、ねえ、うん、ちょっとね、いろいろ出演者じゃなくていろいろあるみたいなので、体験型のワークショップとかもあるみたいなので、はい、はい、週末ね、はい、うん、気候がいいことでしょう。そうですね、この来週末かな、そうですね、来週末、来週末、ちょっと寒いかもね、そうね、うん、なんか、最後一言、また、なんかあるかな、なんかある？最近こう、なんだろうな、うん、あの家族になろうよみたいな感じ、なんかファミリーエピソードが、ファミリーエピソード、先週も聞いた気がする、ジッピーじゃない？ジッピーはこれから、そうね、生まれてくるなんでしょうね、みたいですけど、じゃあお子に一言、お子に一言、11月になったら早く生まれておいでー